おお、なるほど。すごい、すごいと思います。面白いですね。こういう場所に合うなんかコンセプトみたいな感じなんですか。そうですね。もう街並みに沿ったまあコンセプトで。ああ、なるほど。そう。今日はですね、西中島に来ました。こちらです。今日はあの西中島にあるカフェ、食堂ランチ的なねお店やってきました。まあ、こういうね、昔ながらのエリアにあるお店。なんか一応、全然撮影していいっていうことなんで、今日入っていこうかなと思います。なんか昼間と夜、なんかまた別のお店、名前になるみたいで、昼間はなんか田淵商店さんっていう名前になってまして、で、夜になると夜の人行きっていうお店になります。早速入っていこうかなと思います。お、すごっ。ありがとうございます。広いんですけど、そちら階段の下の部屋ご利用ください。あ、はい。上とかお客さんいるんですかね。もう2階は、お客さんどちらもいなくて。失礼します。それでは、メニューの方決まりになりましたらこちらのベルでお呼びください。わかりました。それともしお部屋寒いのがございましたら暖房の方ご自由にお使いください。あ、はい、ありがとうございます。新幹線開業記念。もともと53号線にの竹部のあたりにあるお店の系列店と。書類とかも全部もともとここにあったものですか。そうですね、もうすべてここにあるだけで、机とかは他の店舗から持ってきたりとかはあるんですけど、書類とかもすべて。すごいですね。すごい、ちょっとびっくり。どうぞ。どうぞ。すいません。階段系なので気をつけてください。あ、はい。というかもう程よいサイズになってます。もうお布団が一つあって、まあ、テレビとか家具ちょっとちょろっと置いたらいいかなっていうような部屋になってます。いいっすね。このちょっと角度的には路面電車も見れたりするんでいいかもしれないです。
ドリンクもね、いっぱいあります。ラジオですかね。ありがとうございます。注文いただきます。はい、大丈夫です。ゆっくりどうぞ。いただきます。